ああいう時期とかって、このエスクデロさんから見て、その代表チームとか、まあいろんな意見あるじゃないですか。これでいいって意見とか危ないって意見だったりとか、はい、まあ僕に関してはもう危ないよりで、でもそれでもまあちょっと諦めに近いような選手たちが頑張ったらいけますみたいな感じの意見だったんですけど、エスクデロさん的にはどういった見方をされてたんですかそうですね。まあやっぱり選手の子が上がってるのは間違いなくて。はい。で、まあ選手のまあ力で 勝ったっていうところなんですけど、やっぱり最終面のところでは、まあ、ちょっと僕アルゼンチン出身なんで、アルゼンチンと比べてしまうんですけど、まあ、エスカローニ監督っていうのは、選手と一緒に戦ってるんですよ。はい、で、エスカローニの下にいるのが、えっと、うん、アシャーラとか、アイマールとか、サムエルとか、全員レジェンドなんですよ。 はい、だからそういうレジェンド4人がもうチームにずっと鼓舞し続けて、試合中もずっと戦ってて、うん、で、日本との大きな差は僕そこだと思ってて、まあ例えば、小野伸二さんだったりとか、中村俊介さんだったりとか、まあ中田秀俊さんだったりとかが、しっかりそこにいてくれたら、やっぱ全然変わるんだろうなとか、うんはい、メンタルの部分でやっぱりね、最後はいつもエクストラタイムで、 負けてしまったりとか、まあ、ベルギー戦だってそうだったんですけどでこの前は PK 戦で負けてしまったりとかやっぱりそうです、ね、メンタルの部分がもっと鍛えないといけないなっていうところ。 結構その、今名前挙げられた選手たちは、あの、エスクエラーさんが直接お会いしたり退治したりとかしてあ、この人たちのメンタルすごいような、ベンチにいてほしいなと思ったような選手たちなんですかそうですね。まあ、あの、今は出なかったんですけど、まあ、トゥーリョさんは多分そういう気がないんで、まあ、ブラジルにいるんですけど、まあ、その中で僕が一番代表にいてほしいのはトゥーリョさんだと思っていて、はい、やっぱトゥーリョさんは本当にメンタルがすごくて、 で僕が200、まあ、2004年からトップチーム上がってて、2005年にトゥーリオさんが来て、で2005年の時にトゥーリオさん、水戸から来てたんですけど、はい、まあ僕、ユースとトップ行ったり来たりしてたんで、まあ、状況、を実際よく分かってなかったんだけど、紅白戦、木曜日の紅白戦呼ばれた時にトゥーリオさん、ベンチ組だったんですよ。はい、でその当初、ギド・ブフラドさんが監督だったんですけど、で木曜日の紅白戦でトゥーリオさんがベンチで内てさんが出てたんですよ、スタメンで。はい で、まあその前の試合が良くなかったのか、まあ理由はちょっとわかんないんですけど、はい、で、紅白戦始まって、で、まあ最初のコーナーキックで、まあ内田さんが豊ゥさんついて、で、僕キッカーだったんですけど、僕上げて、で、豊ゥさんがヘディング入れたんですよ。そしたら、<laughs> あの、駒場の練習、駒場での紅白戦で、監督がまあスタンドの上にいたんですよ。はい うん、そのスタンドから上から見た方が全体見れる。はい、見えるからですね。はい。そうしたらトゥーリョさんがスタンドの方に向かって、お、はいお前見たかお前であそこのゴールっていうのを <laughs> 監,監督にもう。 僕,、はい、僕1516歳だったんですけど、はい、嘘でしょうと思いながら、うん、いやベンチにした監督に紅白戦でまあまあ点取るのはまではまあすごいなと思ったんでその後にもう監督に直接、うん、もうよく俺をベンチにしたよなみたいな、うん、もうそれを全員に分からせるぐらいの、まあ、俺を出さなきゃ試合勝てねえぞっていうもうあの時点で全員がそれをもう納得した理解したしまあやっぱそういう人がこう例えばね、はい、その日本 の選手日本代表の選手に言った時の重みっていうのは全然違うと思っててあ確かにそうですね、うん、はいそういったところそういう人が必要なのかなとは思いながら、はい、あれ前田下の名前なんだっけ下の名前が良平かな良一だ、うん、前田選手はね僕そのコーチとしての実績とか解説とかも聞いたことないわかんないですよでもすごいなんか知的なプレーするストライカーだったからそれこそザックもフワフワしてましたよね前田良一と書きたいに全然違うタイプだけど なんかもう、世間の流れに押されて、前田から書きたいになってたみたいな感じあります前田がちょっと落ちてきて、書きたいが出てきて、本田がえらい前田のことを絶賛した、前田じゃない、書きたいのことを絶賛したんですよね。で、当時フットブレインとかで、北澤さんとか福,福田さんとかがムッとしてたの覚えてんだ。なんか選手がそんなこと言うのかみたいなここ。他のチームメートのことを、あれする。やっと世界的ストライカーが出てきたみたいなこと言ったから。久保左に使おうという人、コーチ中にですかうーん。 前田祐一さんはね、ジュビロのユースチームでこうちゃったみたいなね。あれ、中村俊輔とかも誘われてたけど、それはなくなったのかね。なんか、ジュビロ罰が多いのって、これなんでなんですかね、ななみ、前田とか。なんか、ジュビロと日本代表でこう回していくのかな、こう。<laughs> 松本山賀のさ、監督だったもんね、あの、それまたさんね。ジュビロと松本山賀と日本代表でこう、日本サッカー協会でこう回していくのかね何その、無能ロンダリングみたいな。 マネーだったら綺麗に入れ替わるけどね。ああ、だからそれによってこう実績うやむやにすんのか。そこ失脚したけどみたいな。い、e、いチーム作れなかったけど日本代表のコーチになったらなんかもう一回実績作ったみたいになるから。<laughs> 監督ロンダリングできるんだよ、これ。あの人ダメだったよな、監督として。でも日本代表のコーチになったらしいよ。監督になったらしいよ。えー、実績作ったね。で、また監督になって。ダメで。でも日本代表コーチだって。実績作ったなっていう。すごいね、このロンダリング。騙せるもんね、普通の人は。 そういうふうにね、なんかこう、なんか無思考というか、思考が薄い感と薄思考と薄思考のさ、薄思考×薄思考でさ、マイナス×マイナスはプラスみたいなことになるのかね。意図的に戦術家採用するのを避けてる気がしますね。ファミリー感情優先って。うん、だし、森保さんもね、選手出身の人がいいみたいな、親、もうめちゃくちゃ言ってたもんね。なんか気持ちよさそうにね。なみさんに関してはね、ちびーロでも松本山賀でもね、出てる問題は、 攻撃も守備もデザインできないっていう。でもなんか、こう、小林祐気とか、なんか、こう、不満安堵とか、そういう系の人に勝つ入れたり、七海さんの内側の評判とか、ざっくり言うと全然良くないですね。<laughs> その、モチベーター的なところも全然良くないですね。ただ、テレビ番組いっぱい出たりとか、こういう人事で好かれたりして、すごい仕事あるじゃん。で、解説とかもやってるから、まあ、これで、能力ない人がいっぱい仕事あるときって、もうそこに、 あるのは何があるかというと外交力なんで政治家として有能なんだろうなっていう風に思いますよねうん。だから政治家として有能なトップが政治家として有能な監督と政治家として有能な七海さんを雇ったっていう外交ジャパンみたいなそういうのはすごいんでしょうね、うん、か形作れなくてそれこそさ大久保芳人とかがさ もうそれを大久保が言うことなのっていうようなことをジュビル言ったらコーチみたいなことやってたりとかしてさ、それナナミさんやんじゃないみたいな。ナナミさんのジュビルとか、ね、降りてきすぎたり、サイドが低い位置すぎたりとか、まあ、そんなんばっかだったんですよ。ビルドアップ、ハマりに行ったりとかさ。で、いまだに覚えてるのはあのミシャさんのキャペトロビッチのところにナナミさんがデシーリーみたいな札幌にみたたな。まあ一時的にコーチで行ったみたいなのがあって、でその時に、 あのミシャさんからあの、モチベーターとしての能力を学びに来ましたみたいな。そういうモチベーターっていうか、マネジメントの部分をみたいな、そんな言ってて、いや、そっちは足りてるよっていう、そっちじゃないよっていうのがあったんだよね。うん、あと、解説やってる時いまだに覚えてるのは、なんか、チェルシーだったら、どっかのチームが可変システム使うチームなのかな、攻撃の時き3バック、守備の時き4バックみたいな。で、その時に、これ3なんすかね ?4 なんすかねってずっと言ってたのは俺覚えてるんだよね。可変知らないんだ、ナナミさんっていうね。ああ。 ななみさんの話してこのいね、だね、面白いなって。ある人も聞いたんだけど、七海さんってすげえ全然気にしない人なんて。まあ、仕方ないでしょみたいな。切り替え切り替えみたいな。その解任とかされたとしても。七海さんが小林勇気をさ、育てたっていうかさ、小林勇気をちょっとあの、プロで生き残れるメンタルにした話してる。小林勇気って本当にもう練習中とか先輩と揉めたりとか、本当にもうなんていうの あのセルフコントロールがあんま効かない、アンガーマネジメントができないタイプだったんで,で、そういう選手ってよくいんのよ。で、監督とかがなんか話しかけてうるせえみたいな。で、ああ、こういう子、厳しいなって普通になるんだけど、それでも、七海さんって、来い、勇気っつって、でもうそういうふうに羽のけられても話してみたいな時、ね、時には叱ってみたいにやって、で、小林勇気が七海さんの指導を受けて、どんどんボールタッチ数も増えていって、みたいな、ゲームコントロールできる選手になっていったみたいな。小林集合のやつ、そうそうそう。 で、あの、ジュビロとか戻った時だっだらなんかこう、全然、あの、喋らないチームになってたみたいな。もう本当に年習終わったら終わりみたいな。サッカーのことを話して、本当、あの、人がちゃんとお互い向き合ってサッカーの話をして強くなろうとするっていう、そういう環境をまず作んなきゃいけないと思ったよ。それとか素晴らしいと思って、で、その小林雄輝の話と、解任された時気にしないみたいな、次々みた。いな俺、めちゃくちゃね、育成向きの監督だと思ったんだよ、それ。 育成ってさ、勝利云々よりも、その選手自体がさ、上で成長できるかとか、成功できるかっていうところをさ、見極めなきゃいけないし、我慢して使わなきゃいけないときもあるから、そういうところの監督がさ、すごい怒鳴ったりとか、なんか冷酷に振る舞って、切り捨てたりとかすると、伸びる子も伸びないわけよ。だけど、そういう子を甘やかしてたら、変な方向に伸びちゃって、せっかくの才能が台無しになるじゃん。ってなると、七海さんみたいに、こう、メンタル、自分のメンタル安定させられて、ただそれのせいで、 こう、のんきというか、大丈夫大丈夫みたいな感じだから、こう、絶対結果出さなきゃいけない J リーグとかそういうところになると、いや、ななみさんそれ修正してよとか、そこの戦術違うでしょみたいな。実際にね、解説とか聞いても、およよっていう時は結構あるから。だけどそういうのってさ、育成の監督にはそんなにいらない要素じゃんで。育成の監督に必要な選手に、いろんな角度での愛情を与えていって、向き合ってあげるみたいな。 で戦術うんぬんとかよりもまず人として何が大事かっていうことをこう面と向かい合って教えられるみたいなってなると本当に奈良美さんってめちゃくちゃねほんと育成型の監督なんだろうなと思って、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心にしゃべりましょうではソフトボでしたバイバイ